廃炉作業の最難関とされる燃料デブリの取り出しについて、これまで政府と東電は年内に試験的な取り出しを始めるとしてきました。東京電力は今日この計画について1年から1年半程度延期し、来年度の後半をめどに工程を見直すと発表しました。デブリの取り出しに向け、東電はロボットアームを投入して試験を行っていますが、複数の工程で作業の精度を向上させる必要が出てきたということです。東電は安全性と確実性を高めるためと説明していて、廃炉作業全体のスケジュールに影響はないとしています。デブリの取り出しが延期されるのはこれで2度目です。